スイスのフグとブラジルのフィリオの対戦です。左側がフグです。この対戦も外国人勢同士なんですが面白いですね。話せませんね。ブラジルのフィリオは3回戦で外立てをかかと落としで一本勝ちしています。外立てを破っているだけにかなり波に乗ってると思うんですが、そうですね、まあ、勢いに乗ってると見ていいですよね。はい。そして前回の大会では2位でしたフグ、今年は優勝を狙います。まあ、日本選手の一角を崩すのはこのフグではないかというふうに試合前から言われていたんですが、前評判の高い選手ですね。まあ、それがあのプレッシャーになって悪い行かないといいんですけどね。3回戦ではソ連のチャンピオンフェメンテフをフグは破っています。今年はかなり練習、そしてその練習もしすぎたんではないかということなんですが、またこのフランシスコ・フリオ選手ですね、このこれはどうか、決まりました。延長の2回目、上段回し蹴りが決まっています。これはフグが倒れました。ここです。左の上段回し蹴りが決まっています。これは綺麗に決まりましたね。延長の2回目、フリオがフグを、これは気合が入っています。大きな声を出しました。上段回し蹴りで勝ちました。これは番狂わせと言っていいでしょうね。まあ、フリオ選手の師匠がですね、アデミー・リコスタ選手というブラジルの選手なんですが、彼が前回の大会でアンディ選手に負けてるんですね。その師匠の雪辱を果たしましたね。優勝候補のスイスのフグが敗れてしまいました。